Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go, and destination unknown. I don't care where the motor stops, cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? こんにちは、リナです。今回はルームツアーです。イエーイ。はい、ということで、前の GU の購入品紹介の時にチラッと喋ってたんだけど、実はですね、11月の初めに同棲をしました。で、今で10日ぐらいこのお家に住んでるんやけど、結構片付いてきたので、で、しかもめちゃくちゃ家具にもう2人で、彼氏と2人でめっちゃ話し合っていろいろ見て、こだわりにこだわり抜いたお部屋を完成することがやっとできたので、今回ちょっとここでみんなにルームツアーを見てもらえたらいいなと思って撮ってます。で、今ね、こんな感じでリビングで撮影してるんですけど、まずは最初玄関から行きたいと思います。ではやっていきます。スタート。はい、玄関です。で、見てください。こだわりポイント1、めっちゃ大きい靴箱こういう感じ。ちょっと入りきらへんかったのがあって上に乗せてるんやけど、じゃじゃーん、こんな感じです。ブーツ置いて、ヒールとかローファーとかサンダル、下にロングブーツをちょっと畳んで入れてるっていう感じですね。で、ここですね。ここは結構トモヤがこだわってた。リナもしょっちゅうやねんけどさ、マスク忘れたりするから、うん、そういう時とかこうやってあっって忘れもしても、わざわざ脱いでいくのめっちゃだるいから、めっちゃいいな、うん、もう印鑑とか財布とか鍵とか香水とかトモヤ置いてるな。ここに外出る時にいるやつは全部置いてるな。そうやな。ここが洗面所です。はい、オープン。あ、まずこちらですね。ここはリナとトモヤのパジャマを入れてるって感じで、バスタオルとか、まあ、から顔を拭いたりとかするタオルをこんな感じで入れてます。かわいいよなこれ、結構、うん、これさ、うん、ダイソーのさ、突っ張り棒、突っ張って、で、なんか補助板みたいな、うんうん、ダイソーで売ってるやつ乗せたら、うんうん、こういう感じで、めっちゃすごくない、うん、かわいいよな。あ、これはなんかドライヤーとコテを直せる、こうひっつけられるからめっちゃいい、便利やな。うん、ティッシュもいいよな、ひっつけられる、うん、ここはリナは基本的にここしか使ってなくて、あのドレッサーがリナあるから、ここはトモヤが結構置いてるな、スキンケアとかを、うん、で、お気に入りこれリナどっちやと思う？リナのこっちやね。これトモヤこっちはい、お風呂は、お風呂割と広い、こんな感じ。これリアたちが最近気に入ったやつやな、うん、ここでなんかお風呂入りながらとか、何、洗いながら携帯入れて見るっていう、 YouTube 見るからさ、リアたちめっちゃ。で、これは磁石でくっつく、こんな感じ。上にもかけられるし、そうそうそう、こんな感じでかけてるな、うん、あのお風呂上がった後とかここにかけて乾燥させてる、はい、ニトリです。ニトリです。はい、こんな感じ。まあこの辺に、うん、もろ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 置いてるな。これもニトリかわいいよな。これもくっついけてんねん、この、あ、結構強力やったわはい、トイレはこんな感じです。もうシンプル。上は全部ダイソーで揃えて、トイレットペーパーとかもう掃除用具とか全部まとめて分けて入れてる感じです。はい、では次、こっちがリビングダイニングです。もういっちゃんこだわった場所です。じゃじゃーん、いらっしゃいませ。まずはキッチンから行こうか。はい、ということでキッチンから行きます。キッチンはリナがめちゃくちゃこだわりましたまずはこんな感じで、リナのお気に入りゾーンがここの上2段、めっちゃ可愛くない？で、あのお揃いのスタバのマグカップとか、あとこのグラスとか、めっちゃ可愛いよな、うん、可愛いが集まったところで、一押しがこれ、これめっちゃ可愛い。これもニトリで揃えたんやけど、お塩とお砂糖、コーヒーっていう感じで、こんな感じで。で、あとこれめっちゃいい。これの入れ物100均ダイソーか、ダイソーやねんけど、中はこういう感じで輪ゴムと、何、食べかけのお菓子とか、なんか密封したい時、これでカチッって
ます。これこれこれ便利やな。これめっちゃいい。こうやって回したらできんね。でスタート、リセットみたいな感じでシュッシュッって回せるんだ。めっちゃかっこいい。これいいね。これいいよ、めっちゃ使いやすいな。うんうんうん。で次こっちですね、オイル系とブラックペッパー。これもこんな感じでかけてます。これあれやな、ダイソーのなんか磁石で、うん、これめっちゃいいよな。うん、強力、めっちゃしっかりしてる。うんうん、これや、これ一番ディナーが大好きやな、この子。これはあのな、トメはコーヒー好きでリナはラテがめっちゃ好きやねんけど、ラテアートができるコーヒーマシン、エスプレッソマシンかで今ね、あの、うん、練習中です。なかなかうまくいかなくて。ハートとか作ってたな。うん、でも全然まだまだ。カフェでな、リナ働いとったんよ、4年ぐらい。でも一向に上達せんかって。高校生とかやったからな、その時は。今のリナは違うと思う。今日でも人参作ったよ。そう、なんかハートにしようとしたけど、なんかうまくハートにならなくて、なんかつまいでちょんちょんちょんってやって人参になった。写真としておけるかな。一応撮ったから。人参ラテだね。あ、このケトルめっちゃ可愛いよね、これ、うん、めっちゃおしゃれじゃない。なんか安かったな、ここネットで、うん、よし、行きますか次。はい、二人でめっちゃこだわったリビングに行きます。こちらです。はい、こんな感じ。いやめっちゃ可愛いやろ。あのもう L 字のソファに憧れすぎてニトリで買いました。これめっちゃいい。こう足をさ、こうやって伸ばせるのがめっちゃいい。で、このガラスのテーブルはあのセカストで、セカンドストリートっていうなんかリサイクル屋さんで買ったんやけど、あの900円やった。うん、900円で買った。えぐいよな。安すぎるやんと思って速攻買ったな、即決して、うん、なんかこれレアじゃねえってなってた。そうそう、え、これレアじゃねえ、900円でこれかわいいね、買っとくぜって。で、ここはなんか防具の本とか、あとはなんかこのオイル、なんかこれか、これにちょっと垂らしたらめっちゃいい匂いするよみたいなやつです。かわいいやろこの箱、うん、何が入ってるでしょう。開けよう、せーの、じゃじゃーん。汚ね、汚ね。こんな感じでゲームグッズが入ってます。今はマリカとテトリスにハマっててやってます。あ、これこれシーンやね、これ意外とさ、うん、活躍してる。活躍してる。全然、うんうん、毛抜けるとかもないし。抜けへん、抜けへん。しかも結構大きくない？結構大きい。なんかさ、あの今までのお互いにプレゼントし合った時とかの箱とか、うん、こういう感じで活用してるな、結構リアたちは。大きい箱にはなんかリナからもらった手紙とか、うん、え、そう、いろいろ入ってます。見てくれてるらしい。どこから行く？これやな、このイケアで買って、うん、なんかカラックスっていうボックスにいろいろカスタムしたって感じ、うん、引き出しのやつと、うん、こう大きい引き出しとボックスみたいな感じですね、うんうんうん、これがお菓子とかパンとか入れたりするやつ、うんうん、これかわいいわ。これも1万円ぐらい。そうやな、これは前の家から持ってきたやつ、うんうん、あんまり可愛くない。そう、これ変えたいな。ハイクイズ。鏡です。めっちゃ大きいよな、意外と横幅広めみたいな、うん、そうそうそう、これ IKEA で買ってんけど、めっちゃ大きい鏡が欲しかったよな、うん、お部屋がすごい広く見える、反射して。はい、で次こっちのお部屋が寝室とかなんですけど、こんな感じでじゃじゃん。ちょっとベッドはあの家から持ってきたので、そうそう、まだなあんまりやれないけど。この子いろんなとこにあるな、いつもソファーにあったり。はい、でこっちですね、こんな感じでドレッサーです。リナのトモヤがリナにプレゼントしてくれたドレッサーをこの新居にも持ってきたっていう感じです。ちょっと中見せちゃおう、こんな感じになっております。まだちょっと改善の余地ありやな、ほんまに。そうな、そう、これさ、フィーのチークやねんけどさ、今しとってな、かわいいね、これ金髪やと結構ないかつく見えるやんか、うん、やっぱちょっとポッて
気持ちさせて、なんかちょっと可愛い雰囲気出そうと思ってチークよく使わないけど、これめっちゃ可愛い。で、まあここはリップで、で香水置いてたりとか、あとはここはちょっとお気に入りゾーン、ちょっとブランドハイブラみたいなところのブランドを集めてます。で、ここはまあなんかこんな感じでアクセサリーとかを入れてます。こんな感じでね。いや、ちょっと汚いんですけど、すいません。と雑誌とこんな感じかな。では最後の目玉です、はい、おー、リナが一番好きな空間やで。いきます。じゃじゃーん。どうですか、リナがな入るとこんな感じで、あのこれもう踊れるぐらい結構広いここそうそう、めっちゃ服多すぎてさ、やばい、超詰め込んでんねんな、そんな感じで。で、あ、そうそう、あのね、12月の4日かなにちょっと大阪やねんけど、フリマイベントをねやるんですよ。ちょっと参加させてもらうんですけど、初めてのイベントで、ぜひみんな来てください。ほんまはちょっとこの辺にまだもうここにかけきられへん服とかをちょっと段ボールに詰めてるって感じやねんな。ルームツアーするからっていうのでちょっと見せられへんから、おやりました、今だけな、今だけで、そう、これこれめっちゃいいやつ、こんな感じでパンツをかけられるやつなんですよ。これめっちゃ良くない？てか綺麗すぎん、グラデーションにした、頑張って今日一生懸命で、カラーパンツとかがまだちょっとなこの辺にあって、ここら辺が後半もボトムスやねんな。だからこのパンツのかけるやつをもう一個ここに持ってきたら、もうちょっとここが余裕出るかなって感じやんな。じゃじゃん、これすごい綺麗、もう眺めがいい。バッグ多すぎるんでね。そうなんですよ、バッグも大好きなんで。言うても全部使ってるもんな。全部使ってるな。こんな感じですかね。はい、マジでここはリナの夢の国です。で、ここからはちょっと引っ越しにかかった費用とかを喋っていこうと思います。で、まずはこの引っ越しにかかった費用、全部で、うん、全部でだいたい50万ぐらいかな、うん、そうやね、ほんまにトータル全部やな、うん、家の契約とか家賃とかは初期費用だいたい20万ぐらいで、うん、で、引っ越し代が5万ちょいぐらい、うん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 、で、家電とか家具家電が残り、うん、で、なんか物件選びのポイントなんかそんな語れるほどのあれじゃないんやけど、リナが今回の引っ越しを通して思ったのは、マジで物多い子は収納が多い方が絶対いい。あとは駅は近い方がいい。自転車で5分の駅近いを選ぶのがマジでいいと思いますそれ以上遠かったらちょっと大変かな。そうやな、まあ10分とかやったら全然まあまあいいねんけど、5分やったらかなり違う。かなり違う。あとはちょっとまあこの辺に思いついたの書いてきますぐらいかな。で、あの同棲してね、まあ家に友也がおることもあるので、リナが撮影してる時とかにちょっと映ったりとか声が入ったりとか出演みたいな感じのペースが増えるかな、うん、前よりかはね。そうそう、そんなでも全然、うん、がっつり出るわけじゃないんやけど、まあそれがちょっと増えるよみたいな感じです。はい、はい、で、次の動画が多分ね、シーンが上がると思います。みんなめっちゃ待ってくれてるんやけど、シーンとかあとグレールとかたくさんこの新居で服紹介をやっていくので、この後の動画もたくさん見てください。で、なんか今日あんまりその動画が長くなっちゃうから全部言えへんかったんやけど、もしこの家具気になるとか、これどこのですかみたいなのコメントで言ってくれたらそこで答えるので、ちょっとぜひぜひコメントで教えてください。はい、ということで今日はルームツアーでした。イエーイはい、この動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あとインスタウェア、TikTok もやってるので、そちらのフォローもぜひお願いします。ということで、バイバーイ。